はじめまして。と言った方がいいかしら。現実で会うのは、これが初めてだったわね。苗はずっと、夢の中や、私を助けに来てくれて、本当にありがとう。同時に、あなたたちには謝らなければならない。ここ最近、ずっと反省していたの。今の局面は、私。そうだぞ。オイラたちは、ナヒーダがいい神で、友達だからこそここに来たんだ。そう言ってくれて、ありがとう。本当に不思議な感覚だわ。自分の体でカゴから出ると、こんな気持ちになるのね。まるで、とても長い夢を見ていたかのよう。今このひとときが、夢から覚めた瞬間なのか、それとも、この世に誕生したばかりなのか、私についての概念と認識も、とても明晰なものになっている。でも、今はこんな感覚に酔いしれている場合、本当にごめんなさい。今さっき、神を一人救ったばかりのあなたたちに。大丈夫だ!ナヒーダがいれば、きっと解決できるぜ!それともう一つ。なんだ?教令員が私にしたこと。そして、彼らが知恵の名のもとに行った愚行。そのすべてに対し、神の名において、しかるべき報復を与えるつもりよ。おお。よし、そうこなくっちゃな。もういじめられてばかりのナヒーダじゃなくなったってわけだ。今更だけど、わかったの。毛虫の段階からしっかりしていないと、いい蝶々にはなれないでしょ?ええ。そういえば、教令院の神を作る計画は、とにかく、あの偽りの神の誕生を防ぐには、早く行動しない。でもその前に、少し準備が必要ね。まず、博士がアーカー社の中で私にかけた封鎖を解く。それから、少し調整を施して、賢者たちの権限を取り消す。何せ、教令院は、マハールッカデバータの信頼を裏切ったんだもの。これには少し時間が必要よ。もし、送信計画の阻止に、